神山です。ウクライナ情勢に関わり現在分かってきたことは、政府や中央銀行が対応することが大事だということです。ロシアへの制裁が主な原因で貿易が止まり、石油、天然ガスやレアメタルなどが不足して価格が上がりそうです。アメリカの長期金利が上がりにくくなったことで分かるように、一部の商品の価格が上がることで税金が上がるのと似たような景気の悪化になる可能性があります。石油価格上昇が光熱費、輸送費、旅行費などを引き上げるとすると、人々は衣服、食品、外食などの出費を減らすので、インフレにはならず、国内の消費サービスで働く人の収入や仕事が減ってしまいます。ですから、コロナ禍の時と同じく、政府が早急に財政政策で当面の落ち込みをカバーするべきです。各国中央銀行や政府はロシアへの貸し出しの焦げ付きで銀行経営が悪化しないように資本規制などを緩める必要があるでしょう。一時的な一部商品の価格上昇で消費が痛まないようにすれば、あとはロシアのいない経済が普通になると期待できます。リーマンショックの経験を生かして、政府や中央銀行は適切に行動すると見ています。今は政府などが何をしてくれるのかよくわからないので、悲観的な売りに株式市場が支配されていますが、今後3月16日のアメリカ FRB からの穏やかなメッセージ、4月以降の日本政府与党の補正予算論議、5月頃の企業決算、その後も中間選挙に向かってのアメリカの財政支出の議論が株式市場に上向きの力となるでしょう。以上、神山でした。